こいつだって原種と違うところがあんまりないんだもん。もうちょっと、ここでしょ。よし、ひとまず頭には攻撃して、俺角折れたりするもん。もう折れてる。俺この戦いが終わったらお前の肉でパーティーするんだ、一人で。行きます。なぜかメニューバーが隠れているけど、そんなことは気にしないでください。さあ、ということで準備ができましたよ。接近ラオシャンロン、報酬金24,000銭に、契約金4,000銭に、35分取りで、ラオシャンロン亜種イオス、ラオシャンロンから砦を守れ。さあ、ギルドマスター。またもこの地に危機が迫りつつある。山より大きな古竜、ラオシャンロンの接近じゃ。直ちに砦へ向かい、拠点の防衛に全力を尽くすのじゃ。わかりました。村のたった一人のハンターに依頼してくるあたりね。相当切羽詰まってますね。双剣でいきます。これ強化したかったんですけど、これ強化したかったんだけど、これ上位なんだよな、多分。で、ラオシャンロンの攻撃って書いてあるから、持ってないし。で、炎竜の人糞って書いてあるけど、持ってないし。あ、角は1個持ってるぐらいで。あれ、強いよね。まあ、とりあえずですね、行きたいと思います。はい、ラオシャンロン。さあ、始まりました。アイラムシャンロンは初見ではありませんけど、こんなやつソロで行ったことあったっけ。さあ、来ました。海賊のような旗。一人で行ったかな行ったわ。こいつだって、原種と違うところがあんまりないんだもん。ちょっと動きが早いぐらいじゃん。なんか攻撃に差があるわけでもないしさ、まあ、見た目は原種よりは私は好みなんだけど、かっこよくなって、この灰色、灰色というかシルバーというか銀レウスのような色合いをしているよね。さあ、目が赤い。お前の背中に乗ってやるからな。背中絶対乗るからな。そしてこのいつものアングル、ここで攻撃できないのがでかすぎるな。やっぱダメか、近接。ここで、まあここ大して入らんか、まあ、大して入らないと思うわ、ここは。ということで先にね、ペイントボールはつけといて、まあ一応爆弾もしっかり持っていきますと、まずは支給品用オータル爆弾から、今回切れ味も持ってきてますんでね。で、競争薬と競争薬グレートと。まあ、最初グレート飲んで、ひたすら攻撃。頭メインでひるませながらの方がいいと思うんだよね。エリア4入ったところで残り10分になるのが理想かもしれない。そうじゃないとさ、倒しきれなかったことを考えてさ、腹しか攻撃してなかったら、多分、砦で守りきれないよね。あっという間に来られちゃって。はい、来ましたよ。この驚異的な存在がこちらに来ているとは。そのためのペイントボール。ペイントボール投げたら競争薬グレート飲みますんで。さあ、かかってこいよ。まだかな。横から見ておいて、頭が被ったところでね、瞬時に投げますんで。もうちょっと。ここでしょ。よし。そして、早速、向かいましょう。こっからね、手は抜けないと思うんで、討伐できるかどうかもわかりませんからね。書いてギリギリだったわけだからね、弓で言って。上位なんて言ったら絶対倒しきれないよ。だから多分腹はね、攻撃しないと倒せないんだよね、こいつ。ひとまず頭には攻撃して、これ角折れたりするもん。もう折れてる。V 破壊はちょろいんだけどな、角だったら。なんでこんなに角折れんの早いんだろうな、こいつ。マジで。あっという間に折れるもんな。脆すぎるにもいいところだろ。ギリギリまでひるませて、それ以降は腹。頭攻撃してるとね、ひるみやすいはずなんで。で、切り味が緑から切れたら、もう、研ぎますんで。なるべく緑以上キープしながら戦います。
なので、あの砥石が鬼のように減っていくと思いますけど、動きが速い。動きが速すぎる。かなり進行ペースが速い。これ頭攻撃してるダメか、腹に関係ダメかな。もちろんダメージ計算なんてものはできませんので、ちょっとひるんでくんない、ひるんだら砥石、ひるんだら砥石、よし砥石。ちょっと攻撃始めにそうなっちゃったな今。シュッと携帯砥石ってあったっけ、そういえばあったよね携帯砥石使おう。大丈夫、ほら、いや当たんねえ。いや動き早えよ、まあっという間にもうこのカードっこ来ちゃったよ。いや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 、動かないで動かないで、ここで止まれ。微妙になんか上に高いせいでなかなかランブが当たらない。当たらんぶ、当たらんぶ、当たらんぶやめろ。おい、ずれるなバカ、ずれるなバカ野郎。動き早えっつってんだろ。あ、そうだ、岩落とせ、岩落とせ、もっと岩落とせ、よし、いるんだ。とりあえず近接は払いて切るっていうのが定番だと思うんですけど、私はあの撃退を考慮してるんで極力頭だよ。こういう時は自分を信じよう。あのね、討伐まで行く可能性はないかもしれないんでG 級武器じゃないとさ、討伐いかんのじゃないのこれ。上位武器でもいけんすかねこれ。ラスラー頭。いやー、早い早い早い。早いぞ早いぞ。まあちょっと落ち着いてくれよ。まあちょっと落ち着いてくれよ。いい感じにひるんではいるんですけどね。よいしょ。このアングルがいい感じ。さあ、切れ味が落ちる。これは砥石。なんで当ててくんだバカ、タイミング悪すぎだろ今の。もう俺登って剥ぎ取ることすっかり忘れてたわ。まあいいや、もう剥ぎ取ることすっかり忘れてるけど、4番あたりでやるわそれ。いい感じに時間稼げたあたりでやる。勝利の余韻に浸りたいからやるわ。残り10分になるまではこのエリア4までで耐久したいから、10分以内に入って最終エリアっていうのがで理想だと思うんで。ちょっとあの切れ味最大じゃなかったね。うわ、最大まで解けねえなんだよこれ、緑ゲージが長すぎるわ。よし止めろ、極力青ゲージでねこいつに火力当てたいっていうのがあるんで。いやーマジで横向き、横向きで入った方が、横向きで入ってここでランブで、ちょっと先読みして、いいぞいいぞいいぞ、 OK。 横だと分かりにくいなあー、ちょっと進みやがって、あーあーああ、何これ、あ、壁かここ、やべえ、腹に行かなきゃ。あ、でこっちの方がやべえ、すげえ切れる、腹か。いや、お前当たらんってどういうことそれ。どうよこの切れっぷり、攻撃して倒しいなこの腹。やっす、ちょ見えねえって。さあちょっとこれは戻り球で帰って、さあグレートはこれちょっと持ちそうだな。というか、進み具合が早すぎる。オーダル爆弾置きますんで。あっ、効果切れた。よーし。上がってこいや。私、ここからの BGM が好き。すげえ緊迫してて大好き。もちろん英雄な証も好き。さあ、のっそりのっそり来ました。ハイラオシャンロン。まだかな。頭が入った瞬間に爆弾言います。ちょっとずれた？ちょっとずれてる。ちょっとずれてます。まあでも当たるからいい。さあグレート飲みます。この日のためにグレートはね、いくつか用意しておいたんでね。この日のためでも何でもないけど。暇さえあればギルス倒すようにしようかなと思って今。夜時間が出てきた時はさ、こまめに倒してはいるんだけど、全然たまんねえんだよな。
競争エキスマジで。マジで、がっつり出るクエストねえのかよ。今んとこ、村クエ回ってんすけど。まあ、報酬でがっつり出る時もあれば、全然出ない時もあって、安定はしないんですけど、一応これが一番最短で貯められる方法かなと思って、頑張って回しております。集めるの大変だけど、消費するスピードはもっと早いからな。なんかイベクエでないから競争エキス出やすいクエストって、なんか用意してくれてそうなんだけどないか。さすがにそんなんないんですかね。ワールドみたいに親切じゃないですか。昔のモンハン事情は私は令和に入ってから知ってるようなもんなんで全然わからないんですけど、当時の人たちはね、これ PSP みんなで持ち寄って、おそらく4人で、まあこれ村クエだから4人じゃできないけど、集会所のね、ラオシャンロンとかシェンガオレンとかね、ガストとかで集まってやってたんだろうな。ガストっていうか、なんかファミレスに集まって、みんなでなんかモンハンやってたもん。私だけメタルギアやってたもん。当時私メタルギアしかやってなかったもん。PSP って。もっぱらメタルギアと、あと、ファンタシースターか。あれやってたけど。でもなんでか私モンハン手出さなかったんだよな。なんかモンハン手だ。なんか横で見てたんだよ。横で。みんなとやってるのは楽しそうだったけど。一人だったらちょっと大変そうだなと思ってて。当時の私は手を出せませんでしたけど、もっぱらメタルギアだったから。いやでも懐かしいですね。持ち寄ってみんなでワイワイモンハンをやるっていう楽しみがあったから、多分このゲームは認知度が非常に高いんだろうな。だって大学生のね、 PSP みんな持ってたもんな。もうあの DS か DS か PSP かどっちかじゃなくて、あぶね、両方持ってたやつの方が圧倒的に多かったんだよな。それぞれがね、なんか、どっちかやるとかじゃなくても、両方やってるやつの方が圧倒的に多かったからな、当時。DS だったらポケモンだし、PSP ならモンハンだし、みたいな。私は当時 DS はなくて PSP だけだったけど、で、メタルギアずっとやってたけど、オフラインじゃねえ。オンラインの大会とか結構出てたけどさ、楽しくて。一生やってたけど、あれ。あまりね、メタルギアのオンライン語ってもね、共感が得られないんだよね。意外とやってる人いないんすかね。私の中では結構やり込んだゲームだから、なんか語れる人がいないのが寂しいんだけど。あ、ということで、戻ります。こんな昔の思い出に浸りつつ、今、令和になって私はモンハンをやっています。あ、でも PSP かな。昔さ、ゲームボーイライトっていうさ、あの、暗いとこでもゲームができるっていう。あったじゃん、あの、ライトがつくやつ。あれのおかげで私はね、布団に潜りながらゲームをするっていう、あの、楽しさを知ったからさ、あの、PSP とか DS とか、あれもあの、一応バックライトはつくから、暗いとこでも見えんじゃん。で、SP も見えるじゃん。ゲームボーイアドバンス SP。そうそうそう。だから PSP 最初に触れた時すげえ衝撃だったもんね。このめちゃくちゃいいグラフィックで布団の中でプレイできるの?みたいな。そうだな。当時、リッチレーサーズがローンチで出た時は、ずっとやってたな。感動してずっとやってた。というか、このペースはね、非常に良くないと思うんですよね。だって、残り19分で、エリア4来ちゃったんですけど。これ、やばくないっすか?あ、こっち向きに入った方が切りやすいかもしれない。ちょっと移動大変だけど。思った以上にひるまないんだな、お前。もっと軽快にひるんでくれると思ったのに。いるいるよ。やっぱ指か?弓だったか?これは。武器チョイス失敗したか?これ。切れ味レベルも上がってるし、攻撃力も上がってるし。この装備だったら、なんかいけそうやなとか思ってたけど、無理か?これ。さあ、ここで、グレートノム。で、砥石も使いましょう。青ゲージキープ。あんまりやりすぎてもね、研いでる時間がもったいないんで。それだったら緑ゲージまでは使い切った方がいいという私の判断なんですけど、青ゲージはすぐなくなりますと。回避入れた方がいいかな。回避のこと考慮するんだったら横側から入る方がいいんだよな。このあと横にローリングしてこうやって入れるから、それかあのラオシャンロンと同じ方向向いてれば、このあとローリングすればね、顔のところに行けると思うんで、こういう感じで。はい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 。ものすごいスピードなんだけど。ちょっと早すぎるんだけど。ひえー!やべえって!
いるんでちょ。で、角っこ来たから、これは腹行こう。腹に行こう。角っこ来た時は腹。そう、いきなりひるむと思わんじゃん。お前これ、風圧あるんだから、食らいたくねえんだぞ。ほら。腹のこの切れ方楽しいな。ズバズバ切れる。ひたすらこれやって体力を削る。案外こっち攻撃してても変わんないかな、ソロの場合。ひるみ値的にはなんか頭の方がひるみやすかったと思うんで、頭だったけど、あんま意味なかったか、これ。お腹なんかひるみにくいっていうさ、印象があって。ほら、全然ひるまないもんね。かなり火力入ってると思うんですけど。はい。一回ひるんだら、ちょっと離脱して、で、ここまで来たら、ちょっと剥ぎ取りしたいんだけど、まだちょっと遠い。まだ遠い。良きところで登って背中を剥ぎ取りたい。背中に貴重な素材隠し持ってんだろ。俺は知ってるぞ。こいつの素材は欲しいからな。案外、竜属性の武器使うのに、こいつの素材が必要だったりするし。背中剥ぎ取りだと何が一番レア度が高いのかは、わかんないけど、廃坑あたりなんですかね。あ、ちょ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 。動くのが早すぎる。いやー、マジでね。すごい進みっぷり。あんまり先読みして攻撃してるとさ、当たらんっていう。さあどうだ？そろそろ行きましょうか。うおお！急にこっち来た。やべえ、これもう通り過ぎてんじゃん。あ、ダメだこりゃ。意外と間に合うんじゃね？意外と間に合うんじゃね？これ。意外と間に合う。諦めなければ。すべていいことに転がる。あ、もうダメだこりゃ。ダメだこりゃ。間に合いてー。動き早すぎんだろこれ。もう風圧食らうしも。ちょっとこっちにそれて。やべえ、この時間もったいなかったマジで。くっそー。早すぎー進むの。判断が遅かった。判断が。倒すこと以外考えられない。お前の肉を食らうことしか考えてない。俺この戦いが終わったらお前の肉でパーティーするんだ。一人で。あ、ギリギリまで、ギリギリまで。ただですね、尻尾の当たり判定怖いっすよね、これ。尻尾に当たるとさ、ラオシャンロン側に引き込まれんの、ほんと納得いかないんだけど。逆側だったらまだわかるのにさ。ラオシャンロン側に引き込まれるかのような被弾の仕方するから、さらに尻尾の追撃を食らう可能性があるの、本当にいやらしいわ。まあ、いつもだったら、大砲チャレンジやるんですけど、やってられねえよ。動き早いんだもん、あいつ。悪ふざけしてたら、撃退できるものもできなくなってしまうんで、颯爽と向かいます。行きます。なぜかメニューバーが隠れているけど、そんなことは気にしないでください。討伐まで行きたいんだ、俺は。意地でもぶっ殺してやる、お前。いいぞ、動きが遅い今。動きが遅い今がチャンス。動きが遅い今がチャンスです。あ、ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ。ちょ、待ってくださいよ。動き早すぎるって。ひるませたい。ひるませたい。このペースはやばいんだから。ひるませたいぞ。くっそ、ダメなんか。だいたいランプ7、8回ぐらい。まともに当たってれば。意外と当たってると思うんだけどな、これ。どうしようかな。ひるませる方を優先にしてるんですけど、今。何分だった残り。あと10分か。あ、まあ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 。砦は壊されることはなくなったんじゃないか、これ。あとは撃退ラインまで削れてるか、討伐できるかまでいけるかっていうところなんですけど。
行くか。もう一回ひるませたら腹行こう。ってことで、もう通りさせるわ、もう。余裕ぶっこいてられない。そんな余裕はない。今私余裕がないもん。とにかくお前を倒したい一心でね。お前に剣を振るうことしかできない。オーマイガー。相吠えます。砥石準備。ひるむよりも方向が先来ちゃった。砥石2回使います。はい、残り10分。押して、今回から腹いきます。とりあえず腹攻撃して、その後激流走で。腹には攻撃はね、めちゃくちゃ入るから。いいぞ。運良ければ、ひるんでほしい。これ、もう 90% です。で1分にあたり1回で収まってくれればね、とりあえずは大丈夫。ああ、吠える吠える。負け犬の遠吠えか？お前はここで終わるんだよ。この砦に来たのが運の月だな、貴様の。な、っていうセリフを1回言ってみたかったわ。腹なのか股間なのかわからない部分を攻撃。ここはな、どこの部分なんでしょう、これは。どこの部分なんだ、これ。これ当たったら吹っ飛ぶとかある？すげえ怖くて近づけないんだけど、これ以上。とりあえず大丈夫そうかな？なるべくこの上の腹の方を意識してちょっとダンボしよう。いや、待って待って、お前早いって攻撃。まだちょっと減ってなかったけど、今耐久値。ちょっと、お待ちください。おー、どうすん。またこれ方向じゃないの？方向の動作は分かりやすいよ、お前。そうそう、激流走行きたいところだけど、もうちょっと耐久。いいね。ひたすらこのね、流属性のエフェクトが出る感じ。たまらなく爽快ですよ、これ。何も考えることなくね、乱舞をし続けるだけ。私にぴったりの武器。でもこれが長く続いてくるとね、ちょっと暇になってくるよね。おおおおおお、またんかい。また、あ、ちょっと、ちょっと。なんで、まず上行きます。じゃ方向やめて。なんかすごい引いてない、後ろに。間に合って、間に合って。いないんだけど。引きすぎじゃない、後ろに。あ、近づいてる、近づいてる。タイミングいい感じ、これ。うわ、バカー。どうしよう。いけんじゃねこれ。いけるでしょ。何してくれてんだ、てめえは、マジで。当たったけど被弾したわ。ちょっとスタンしてんのが分かるから、この視点で砥石使うわ。はあ、痛すぎ本当に。ちょっと冷静になって回復も入れます。よし、いきます。さあ、当たったもんは当たったんでね、とりあえずね、攻撃しに行きますけど、そろそろ競争効果も切れる頃だと思うんだ。ひるまねえな、しかし。しかし、ひるまねえ。もう 80%。でもまだ 80% か。耐久値は心配しなくていいか。毎回言ってるけど、心配しなくていいって言いながらすげえ心配なんだよ。一気に 50% 減る技があるんじゃないかと思ってるから。方向です。方向のタイミングはなんか分かるようになったけど、双剣だから防げない。というか、防げない。高級耳栓ないと無理。ほら、止まってくれ。よーし、ひるんだぞ。ひるませた、ひるませた。これはでかい。これはでかすぎでしょ。なんか向いてる方向変わってません？なんか横向いてません？気のせいかな、横向いてる気がするんだけどな。今何パー？ 80%。 気になっちゃう、やっぱり。気がついたら耐久値の確認してる。だって心配なんだもん。もう画面に出しといてもらいたいわ。砦の耐久値残り何パーって。残り時間は左上に出てんだから、そこの左上のところにちっちゃく出しといてよ。さあ、これまたこれ減ったよね。要は 70% です。さあ、最後のグレート。最後のグレートに砥石。OK。さあ、最大にはなってないと思うけど、まあ、青ゲージにできればいい。ここまで来たらもう残り時間がね、あと何分ぐらいですかね。あと5分
5分半ぐらい。耐久値は大丈夫。安心しろ。俺安心しろ。この攻撃マジで耐久値減ってんのかと思ったけど、減ってないんだよな。なんかすげえ攻撃してるように見えるから怖いんだけどさ。耐久値自体は減ってないんだよな、これ。後ろに後ずさりが早い。よし。後ずさりが早い。止まらないかな、これは。止まらないさそうだな、これは。はい、あと5分です。ここまで来たらもう撃退させるしかない。撃退できるよね。さすがにできるよな、撃退。これで足りなかったら、こんなクエスト難易度やばいことになるけど。え、できるよね。そっちの心配も、痛ぇ。うーわ、つら。間に合わねえか。回復したかった。ちょっとここは。回復飲む。で、砥石使おう。もう5個しかない砥石。でも今回は切れ味もあるからね。大丈夫。ちゃっきりポン。乱舞します。当たってないですよ。切れ味がすぐ落ちちゃうよ。できれば弾かれたくない。できれば弾かれたくない。あまり密着するんじゃなくて、この時は。ちょっと離れてからランプだな。そうすると、ちょっと当たってる。上の方に。あ、いいね、いいね、いいね。はい、どすこいど。このお腹なのか股間なのかわからない部分をひたすらランプしていきますんで。ランプしていくからな。あと3分半強。3分半強。方向を食らっても鬼神化が解ける。あ、間違えた、間違えた、間違えた、間違えシャーンじゃない。鬼神化解いちゃった。やべ、ちょっと後ろ行っちゃった。後ろ行きすぎだ。何に当たったの、今。これ、砥石使う。砥石タイミング。切れ味回復せず。もう一回解こうじゃん。お、符は作らないで。よし。よーし、OK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 。オッケーオッケーオッケー。いやタックル入りました。残り 50% です。もう砦はボロボロだよ。方向入るよ。砦ボロボロ。こんな状況でも頑張ってね戦ってるハンターさん、賞賛に値しますけど、本当にこの砦を守る気があるのかっていうぐらい手薄な砦なんですけどね。いてえ。だって一人しかいないもん。ここ守ってる。ここ守ってるの一人しかいないもん。援護射撃すらないもん。ああ、 40% だこれ。援護射撃くれ、援護射撃。バリスタと大砲っていう近代文明があるだろ、この世界には。なぜそれを活用しないんだ。砦の門の上の方に設置しといてくれよ。まるで守る気を感じないんだけど、この砦。ハンターさんがいれば大丈夫だと慢心してるのではないですかね。大丈夫か、そんなんで。本当は討伐まで行きたいんだけど、無理か、討伐は。武器がさすがにダメか、貧弱か。もう一段階強化しないと討伐まではいかんか。さあ、ちょっと切れ味じゃない。ああ、歩は使っちゃった。しんどい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 。これ間に合うかな。間に合わねえ。はい、トゲ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 。これ最後の砥石じゃないの、これ。だから2回使うよ。よし、残り1分いきます。撃退ラインには行ってて、頼むから、頼むから、撃退ラインだけは行ってて。撃退できなかった時のね、ショックが半端ないと思うから、ここまで頑張って。可能ならば討伐なんですけど、このペースは討伐できなさそうなんで、とにかく撃退で、とにかく撃退、とにかく撃退ライン。いいぞいいぞいいぞ。最初から腹いったらなんとかいけるんですかね、討伐。耐久値的にはちょっと、過剰に頭攻撃しすぎたっていうのがあるんで、やっぱそうだな。早めに腹いって攻撃した方がいいな。またりゃん。あと高級耳栓くれ。高級耳栓の時間がね、非常にもったいない。これ吹っ飛ばされるわ。ひるむの早。あと5秒なんですけど、とりあえず攻撃したい。なんで方向入れんだここで、お前。これ、あ、よかった。
よかったです。プニエお帰り、ラオシャンロンさん。遅く効果切れましたけど、すげえチラチラしてんだけど大丈夫かな。すげえチラついてんだけど、何があったのそれ。いろんなアングルから見せてくれる。もうちょっとさ、全体映してるところ欲しいな。どっかしら切れてんだよな、いつも。うわ、頭見えないし。まあこれでね、無事討伐ということで。どうもありがとう。討伐じゃねえ、撃退ということで。ありがとうございます。この砦を守ったのは私です。アピールしとかんきゃ。私が守りました、ここは。カメラってこの辺にあるんかな？ほんとカメラアングルズームになるように行きたいな。はい。上輪に大詰めに、総広角に、太古の棒状の塊に、勇気の証に、角。太古の大きな塊。ありがとうございます。よし。ひとまずはクリア。討伐まではいかんかった。よく見るとさ、攻撃傾向に武器のみっていうのがいるんだね。性格遊撃士と武器一筋ってさ、何が違うの？無謀とかあるんだけど。臆病は良くないな。勇敢。何がいいんだろう？遊撃手ってことは罠とか警戒に仕掛けてくれる？武器一筋ってことは罠使ってくれない？あ、でも、エドガーな。打撃だけど。打撃な、意外と打撃っていいんじゃないの？わかんないけど。切断が安定なんすかね？普通に考えて。エドガー雇ってみるか。さーて、エドガー。よろしくな、エドガー。雇ってくれてありがとうにゃ。ここではクエストに連れて行くオトマイルを育てられるにゃ。いつも教えてくれてありがとう。頑張って筋トレしろよ。